皆さんこんばんは。ご覧いただきどうもありがとうございます。私、岸本美和子と申します。編集なしの YouTube が始まって2本目なんですけど、今日はちょっとこのなんか画角を選べないのがイライラしてきて、だんだんで、ちょっと最強のね、自撮り棒を教えてもらったんで、とあるちょっと有名なモデルさんにこれいいですよって教えてもらったので購入してみました。ちょっとお見せしたいと思います。まだ開けてないんですけど、じゃん、この楽天で購入したわけですね。もちろんポイントも利用させてもらいました。ちょっと待ってください。これもうこういう作業してるだけで揺れるやん。なんでかって言ったら、筋膜リリースするなんか筒みたいなやつ、皆さん知ってます？あれの上に今携帯置いて撮ってるんですよ。ほんまに適当とかじゃなくて、いろいろ考えた上、いろいろ考えた末、それしかなかったんですね、ちょうどいい高さのが。で、これです。あ、これこれこれ、そう、重っ。これです。これが最強と呼ばれている自撮り棒なんですけど、ちょっと開けていきたいと思います。これめっちゃ重いです。なんかすっごいこう高く伸ばせるらしくて、こう上に、だから倒れないようにちょっと重めにね作られているという話なんですけど、ちょっと待って、これやん、すごい、じゃーん、なんかアップルの新製品みたいやな。おお、このビニールめっちゃ好き。これですね、これ、こんな形してます。これのどう自撮り棒として使うねんちゅう話やと思うんですけど、皆さんから見たら。これをね、ちょっと今から私見たんですよ、使ってるとこを。ちょっと開けていきますね。これまずシール剥がして、ほんでここがこう開くんですよね。開いて、なんかバキっていきそう。あ、え、開かへん、ちょっと待って、開かへん、不良品、なんかバキっていきそうで怖いっていうか、え、ちょっと説明書見るわ、さっき読めよって感じやけど。これね、まあこっちの面が中国語の説明書になってるわけですよね。でこっちの面が英語、全くわからんのよ。日本語の説明書ないんかな。あ、これわかりやすいやん。中国語でもこう写真でやってくれてるとわかりやすい。これスライドさせんねんな、最初に。 OK、 こっちにこう、うん、何、ちょっと待って、お、当たった。これこうですね、最初にこうジャギッと引きます。で開けて、で伸ばすと、おい、すげえ、で、すごい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 、バリ長いで、ちょっと待って、これめっちゃ伸びる、見て、最強やん。あ、びっくりした、折れたかと思った。これで、なるほど、だからこういう画角で届けることもできるし、何とんねんって感じやけど、え、すごい。これだからこう立って服とか撮りたい時このままいけるってことやんな。めっちゃこう漫才っぽくもできるわけよ、このね、サンパチマイクみたいな、こういう感じ、どう。でここにまあ携帯をつけると。で私はこの机の上に置いてがっちり固定したいので、多分これぐらいかな。これで一回撮ってみましょう。でね、これね、すごいことにライトがつくっていうのを聞いたんですよ。でそのライトというのがどうやってつくんですかね。ちょっとこの写真見ましょうね。そうそうそう、これが、ちょっと見てくれる？あ、全然顔映ってんかったね、ごめん。これで邪魔になって申し訳ない。ここにある、これがリモコンになってて、これ外せんねんな。でこれで、あ、今はね充電されていないのでライトがつかない。ちょっとじゃあ充電してきます。ちょっと待ってくださいね。はい、今充電が終わりました。これ見て、
すごないライト。顔に当てたら結構、あ、なんかすいません。ちょっとテカテカですね、顔が。これもうすごい優れもので、ちなみに、この、こっちの面が光るこのライトの色も選べるんですよ。で、例えばこう、外側を光らせたいっていう時は、外側用のライトがあると。両面にこうライトがついてるわけですね。だからこれ多分ね、作った人が、その自撮り棒をよく使う人やったんかなって思います。知らんけど。なんか、そうやねんっていうことが全部なんか工夫されてるっていうか、はい、固定完了。どう？なんかすごい安心して喋れるかな。なんかやっぱこれに乗せてた時代は、なんかちょっと喋っただけでこう揺れるからさ、でこの真ん中にボンって落ちたりしてたし、縦になって iPhone が。なんかやっぱこれじゃなくて、どっちかってちゃんとした自撮り棒とかで固定して撮影した方がいいですね。当たり前やねんけど。ということで、今日からこの最強自撮り棒と一緒に撮影をしていきたいと思います。なんかあまりこう凝った編集はできないんですけど、またご覧になってください。ぜひありがとうございました。